好きです。イネさんこと大丸さくら子です。よろしくお願いします。さあ、本日はチャンピオンズリーググループステージ。フランクフルト対トッテナムの試合を同時視聴していきたいと思います。よろしくお願いします。まずはね、4時キックオフ予定でございまして、まあ、間もなくキックオフなんですけれども、今ね、先日ありましたね、インドネシアの悲しい事件、事故のために、黙祷が捧げられてからのこのお時間、キックオフとなっております。ちょっとね、このフランクフルトトッテナム戦の配信が遅れておりまして、ワウワウさん。オンデマンドだけだったのかな？なんかスポルティングがね、まだ試合してたんですよね、さっきまでね。もう終わったかな？まだやってるのかしら。まあ、それの関係もありまして、ワウワウさんのね、配信がギリになったんですけれども、ただいま、キックオフということでございます。よろしくお願いします。スポルティング、マルセイユスポルティングね、ちょ、桜子見てる段階では、4点目が入っているところで、4対1でマルセイユリードでしたけれども、試合がね、終わってるのかな？ですが、なんかなんであんなに遅れてたかね、ちょっと理由はわかんないんですけども、さあ、フランクフルト対トッテナムね、試合がキックオフしております。今日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはサッカーを中心に同じ試合を見て盛り上がろうという同時視聴配信をしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンもね、すでに押してくださっている15名の方、いつもありがとうございます。ぜひ高評価ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。そして、チャット欄にね、固定でコメントつけさせていただいておりますが、ツイッターのフォローもお待ちしております。概要欄にもね、URL ございますので、ツイッターでもつながりましょう。さあ、待機ありがとうございます。鹿島ミランさん、ボンボンさん、フローさん、アベベさん、馬次郎さん、初めて来ました。初めまして。コメントありがとうございます。桜子と申します。よかったらゆっくりしていってください。生一行さん、ディアブロアブドゥさん、海鮮丼試されるさん、サンダルホンさん、ウェルカム、サワ、ムイビエン、ムチョスグラシアス、よろしくお願いします。はい、今日もね、長谷部選手も、鎌田選手も、スタメン出場となっております。うん。まあ、どっちもね、ガチメンって感じですね。もちろんですけども。平日のミッドナイトの試合ではありますが、リーグ戦とね、ターンオーバーしつつっていう、感じだと思うんですけども、まあ、トッテナムも、ノースロンドンダービーがね、この前、3日前にありましたけども、まあ、そのメンバーとも大きくは変更せず、ノーロンはね、アーセナルが快勝しておりましたけれども、結構ね、点差が開いた段階でチャンピオンズリーグこの試合フランクフルト戦を視野に入れて選手交代をガツガツしていってね、主力を温存していったトッテナムでございました。監督もうなりふり構わず毎試合ハセベ使い出してるなりふり構わずっていう状況なんすね。フランクフルトは
やでもしっかりね、しっかり誠さんのセンターバックが効果を出しているのがすごいですよね。結局スタメン勝ち取る長谷部、本当にね、何があってもどんな新メンバー来てもどこのチーム行ってもどんな新メンバー来ても結局スタメン勝ち取る、そんな選手いる？長谷部誠って言うんですけど、すごいよね。ノーロンから CL 過密すぎ、過密すぎるんですね、本当に。日程発表された時頭抱えたでしょうね。絶対嫌やもんね。ダービーとチャンピオンズリーグ、一週間のうちにやるの。絶対嫌やもんね。エメルソン出てますね。トテナムはきつい。一年間で一番きつい一週間だと思いますね。おはまるカンタロウさんいらっしゃい。わーわー入っちゃいました。素晴らしい。一緒に応援しましょう。不死鳥長谷部。フェニックス。長谷部フェニックス誠。しかもね、トッテナムはそのダービーからチャンピオンズリーグね、アウェイなんでね、フランクフルト、ご移動もあったっていうところがね、またきついんじゃないですかね。フランクフルトのホームでやるのも嫌でしょうからね。あれ、ノースロンドンダービーはどっちのホームだったんだ？トッテナムか。あれはフォームだったのか。長谷部はワールドカップ中断明け初戦のシャルケ戦に出場すると、クラブ史上最年長フィールドプレイヤーの記録更新するそうです。ワールドカップ中断明けのシャルケ戦、絶対出るじゃないですか。絶対出るの確定試合じゃないですか。あ、そうだ、エミレーツ、アーセナルのホームだったもんね。だからトッテナムはアウェイなんですよ。本当にこんなきつい日程ないわよ。気の毒、気の毒じゃない？トッテナムの、ね、アーセナルサポーターでさえもトッテナム気の毒に思ったんじゃない？ダービーもフランクフルト戦のチャンピオンズリーグもアウェイアウェイですよ。コーナーキック、うん、カウンターいけますか、フランクフルト。逆に、あ、ドイツでは聖書に出てくる諸長老の名前から取ってメトシェラって呼ばれ出してるそうです。長谷部長谷部誠、いろんなニックネーム、その立ち振る舞い、生き様からいろんなニックネームすでに抱えてますけれども、聖書に出てくる長老の名前もらったん。すごいですね。もう最終的にはね、最終的には、バンディエラ、うん、長く現役を続ける選手のこと、同じ一チームじゃなくて、もう、現役が長く、しかもスタメンであり続ける選手のことを長谷部誠って言い出すでしょうね。
長谷部代表、いやまだいけますよ全然。でも誠さんのね、このあのこのお年になっても変わらないクオリティの出せるっていうのを、まあその代表をご引退されてて、全てのフットボールの時間を自分のチームに捧げることができるっていうのが、このコンディションを維持しているゆえんでもあるので、代表返上したのはね、が効果に出ている可能性もありますよね。さあ、こうフリーキックですね。スパーズいい距離でございます。ドイツで、ブライトンのラランナみたいにコーチもやりながらやってもらって、でもね、あの契約上はそのそんな契約で長期契約を結んでいると思うので、誠さんも今シーズンはね選手やってますけれども、大丈夫？リンドストロームそんな痛い？大丈夫か？君いないとやばいよ。大丈夫か？と、あー足、あー痛い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 、そこはカバーがないんよ。血出てんちゃう？痛いよな。ちょっとふくらはぎはソックス破れてるんじゃないですか？相当よ。ちょっとふくらはぎをね、スパイクの裏でね、削られてしまいまして、痛そうでしたね。なかなか立ち上がれてませんでした。ソックスもちょっと破けてるぐらい痛いでしょう。で、一旦外に出てね、治療に入ります。で、フリーキックは、直接中に入れてまいりませんでした。ちょっと角度を変えて、最終的にはソン・フンミンの左足で入ってきたクロスをファサイドのハリケーン足元で捉えたかったのですが、ちょっと合いませんでした。もったいない。誠さんね、そのコーチにどこかのタイミングで転向するというか、コーチもしつつ選手もしつつ移行期間があるのか、まあ、どんな感じになるのか分かんないですけど、今シーズンはねほとんど選手というか 100% 選手なんですかね。トテナム、次アウェイでブライトン、アーセナル、フランクフルト、ブライトン。ありがとうございます。日本人ツアーしてくださってるんですか、もしかして日本代表ツアーしてますか、トテナム。フランクフルトフォーメーション日本でもやりたい。3-4-2-1、ね、カード出てもおかしくないプレイでしたね。画面のタイマーを試合時間に合わせることってできないですか？画面のタイマーはね、これ、得点のスコアと連動しているサイトをそのまま、反映させているので、まあその、だいたい35秒。ずれてるかなぐらいで感じていただけたら、まあ、現地時間っていう感じですね。実際のリアルタイムの時間が流れてますね。うん。ワウワウさんなんで35秒もずれてないかな。25秒ぐらいですかね。マルセイユが退場したことによって、このグループ勝ち点も得失点差もだいぶ平たくなりました。そういうことなんですね。
そうか。ちょっとね、スポルティング森田選手はおそらく90分間フル出場だったと思うんですけれども、桜子見てる時にはねまだ出てましたけど、レッドカードあって1人少なくなってたんですよね。ちょっと厳しい試合でした。あ、鎌田くんへ出したボール、ロメロが外に出していきます。フランクフルト高い位置からのスローイン、クナフ、鎌田くん頭でフリック、さあボールをスパーズボールにはさせません。ファールございませんでした。誠さん、トゥッタ、縦のラインを使っていきました。ローデから最終的にコロムアに。スポルティングのキーパーがレッドカードだったんですかね？ってことですかね？冨安、鎌田、三笘で取ってのも3連ですね。あ、いいボール。エメルソン、ブライトンの時出場停止。エメルソン、ブライトン戦出場停止になるんですか？イエローが累積。今日出たらってこと？リシャルリソンが倒されて、ソウとの接触ですね。トッテナムボール、グループ B も結構波乱なんですね。立ってパス、リンダストロム、ちょっとトラップが大きかったかな。でもいいスピードでしたね。スローインからクロスが入ってくる。ファーサイドいけるんじゃない、クナフ残せない。昨シーズン終盤の日本人応援してたらウェストハムばかり見ることになってた時みたいです。そうっすね。なんか一月ずっとウエストハムを追いかけてる時期ありましたよね。シャボン玉よく、シャボン玉、ウエストハムってシャボン玉出るとこやんな。シャボン玉毎週見てんな、みたいな時ありましたよね。で、ウエストハム、毎試合見てたら、こう、毎回対戦相手なんですけど、ウエストハムめちゃくちゃいいチームだな、ってなって、ちょっと好きになりましたもんね。エメルソンはアーセナル戦で退場した。あー、そうかそうか。そうだ、これチャンピオンズリーグだから、リーグ戦でね、ブライトン戦は、リーグ戦、プレミアリーグで累積になって、ブライトン戦、次節ブライトン戦がお休みということで、クラフ、カットイン、シャイフ、リンドストロム、切り返して、後ろからローで吹かし。ブロックありました、コーナーキック。いいじゃん。スポルティングのゴールキーパーはクリアしたボールがそのままサンチェスに当たってゴール。その後、ゴールキーパーのパスミスから失点。その後、ペナルティ外でハンドで退場。あ、ハンドだったんですね。さあ、コーナーキック、フランクフルト、鎌田くんが入れます。ファーサイド、折り返し、いいボール！さあ、ロリスが外に出しましたの、逆サイドからのコーナーキックです。ヘディング落としたボール。トゥッターがね、ゴール前まで来てましたか。さあ、右サイドからもコーナーキック、鎌田くんが
入れます。フリック監督見に来てるんですか、この試合。やめてください、鎌田くんは鎌田くんのことを観察するのやめてください。わー、サインプレイ、あ、スルーしてリンストロムシュート、あら、ローデがヒール、ゴール前あるんじゃない、クナフ中入れて、あ、コーナーキックもう一度、めちゃくちゃいい。フランクフルトが、フランクフルトがセットプレー仕掛けてきてますね、コーナーキック。ウエストハムはデクラン・ライスがどこに移籍するのか気になる。一体何億かかるのか、ついにライスが妥当な金額をもらうようになるということですか。いつだってお値段以上のプレイ、いいですよ、誠さんから。まあ、長谷部最後ね、鎌田くんもらえそうだったんですけどね、フリーで惜しかったですね。ナイスクリアでしたね。お値段以上ライス。うん。ブンデスドイツカップ DFB ポカール EL 取ったことある長谷部にとって唯一取ってないタイトルが CL みたいですCL、 あと CL しかてっぺん取ってないってこと、恐ろしい男ですね。すごいですね。そんなアジア人いるのかな。うん、いないね、そんな人いないでしょうね。で、このままね、指導者の道を本人も目指していらっしゃるようですし、歩むとしたら、まだそのね、タイトル取るチャンスがあるってことですもんね。選手としても、指導者としても。うん。え、ダイヤがこんなところに上がってきてる。誠さんがカバーして、フランクフルトボール、右サイド、トゥタがドリブルで上がっていきます。右ヤキッチのクロス、ロリスキャッチ。さあ、前半戦22分経過しております。スコアは0対0。前半ね、開始10分はトッテナムが、うん、フランクフルト陣地攻め入っているかなという印象だったんですが、最新の10分間はフランクフルトもセットプレイ多く攻撃のチャンスを作っているという印象ですね。欧州でも指導者経験ある日本人が増えたら代表ももうワンランク上に行けそうですね。そうですね。ロリスこんなにスパーズにいると思わなかった。そうなんだ、移籍しそうだったと。ようやくこぼれたボール、鎌田くん前向いて、中盤から右サイド、うわー、サイドチェンジ、リンドストロムの前、ペリシッチかな。おっと、スパーズ左サイド、ソン・フンミン戻してロメロ、右サイドエメルソン、ソン・フンミン、
うん。さ、このカットしたボールをつないでいけるかな。そう、エメルソンはね、じゃあブライトン戦出場しないということはこの試合に全力を。あー、ソフミン抜け出した。あー、ゴール前駆け上がっていたハリケイン。あー、決定的なトッテナムの完全にトッテナムの形だったんですけれどもね。最後、合いませんでした。あー、惜しい。惜しい。触ってますけどね。ちょっとお腹には当たってる感じでしたが、ゴールに押し込めなかった。いやー。惜しかったですね、トッテナム。うん。鎌田契約延長すると思いますか？年俸500万ユーロ、2年延長契約らしいですけど。どうでしょうね。鎌田くんは、いい話があれば移籍するんじゃないですかね。フランクフルトはいてほしいとは思いますが、チャンピオンズリーグが終わったらどうなるかわかんないですね。うん。いやー、ハリーケインでした。ハリケーンでしたね。ハリケーン。ちょっと進路ずれましたかね。おー、理解し、リシャルリソンいい位置でもらって、エメルソン、鎌田くん、ナイス、体をぶつけて、フランクフルトボールにしました。ちょっと中途半端か。うん。エメルソンね、そう、ブライトン戦出場ないということは、この試合で、力を出しすぎてもいいぐらいということですね。次を考えることなくプレイできる唯一の選手。うん。あ、トッテナム後ろからビルドアップを仕掛けます。リシャルリソンのところを囲んでパスをずらす、後ろに戻して、ホイビアから逆サイド、ハリケイン前を向いてシュート。引っ張られてましたけどもね。ソン・フンミンからハリー・ケイン。誠さんのところですかね。シュートは枠の左でした。危なーい。あ、これゴールキックです、フランクフルト。つないでいきましょう。鎌田は現役中に家族を一生養える金額稼ぎたいって言ってたので、年俸がっつりもらってこう。そうですね、多分しっかり正当に評価してくれるチームでプレイしようとされると思います。フランクフルトにもね、もちろん恩義あるし、こう見えて仁義に厚い部分があるとは思いますけれども。ピボとして優秀なハリー・ケインですね。
うん、ピボね、フットサルの一番ゴールに近いポジションのことですけども、ああやって選手にね、ディフェンダーの選手に囲まれてもボールロストしないキープ力っていうのはピボとして優秀。うん、で後ろ向きでもらっても反転シュートが打てる強さ、素晴らしいピボ力、ピボ力。今ね、フットサル日本代表がアジアカップを戦っておりまして、今日準々決勝があったんですけれども、見事インドネシアに勝利して準決勝進出を決めております。さあ、時刻が前半の30分となりました。スコアは0対0のままですね。ちょっとね、印象としてはやはりトッテナムの方が押しているかなという感じですかね。うん、クナーゴールキックからクナウフ落として鎌田くんのところでしたが、ちょっとキープすることできませんでした。スローインからキーパーのロリスまで戻したボール、長いボールを入れていきます。さあ、ファールございません。フランクフルトボールに変わります。うん、ヤキチが運んでゴール前、うん、クリアボールがリシャルリソンにつながったところでしたが、これは外に出てスパーズスローイン。インドネシア今怖い、今怖い。最後ハラハラしましたね。やっぱりサッカーと違うのでね、時間の タイムのルールがちょっと違うので、サッカーはね、結構主審がタイムキーパーになっていますけれども、フットサルはそういうわけではないので。ヤキッチね、ヤキッチ。さあ、誠さんがトッテナムの縦のボールを回収してキーパーに戻してロングボール。すごい、関係者の方でしょうか、美女が映ってましたね。誰かの奥様かしら。ソン・フンミンから左クロス、エンリカクリア。ペリシッチがあそこにいるのか。さあ、右エメルソン、リシャルリソン。リシャルリソンには誠さんとソウで2人で行ってましたね。ノーロンから比べるとピッチが広く感じる。さあ、コーナーキックです。トッテナム、ショートコーナー。さあ、ソン・フンミンのところ、素晴らしいプレイだ。リンドストロム、そして前線に1本、コロムアニにはつながりませんでした。カウンターを狙っていったフランクフルト、コーナーキック仕事させませんでした。素晴らしい、リンドストロム。ふくらはぎは大丈夫そうですね。
そう。ローで戻して、エンディカ、ローで、横ドリブルから逆サイド、トゥータン。ローで、戻してエンディカ、鎌田くんがこの位置。ローで、そう。エンリカ、クナウフ、中入れる。そこ読まれておりました。ライン出てないのかな？うん。ライン出て、フランクフルトボール。そっか、鎌田くん、スパーズ遺跡の噂あったから、ね。スパーズの関係者の方はそういった目で鎌田くんを見てることもあるのか。35分です。0対0。ビリビリやん。そんななってる。ビリビリやん。試合開始早々にふくらはぎを削られたリンドストローム、ソックスの破け方が尋常じゃないですね。ビリビリでしたね。いや、もうそれはアップリケじゃどうしようもならないぐらいの大きな穴でしたよ。ダメージソックス、新しいファッション。ねえ、おばあちゃんとかが、あんたズボン破れてんで、言って、いや、こういうのやねんって言われて、もうしゃあないな、思うぐらいめちゃくちゃ破れてましたね。エッチではないでしょ。肌色見えてたらどこでもいいんか。ふくらはぎをエッチに感じるタイプの癖ってこと？まあでもふくらはぎはちょっとエッチか。くさびのパスをカットして鎌田くん立っていいんじゃないですか？ゴーロム兄、前向けませんでしたね。おっと、ロングボール、ソン・フンミンにつながらない。誠さん冷静です。ローで鎌田くんワンタッチ、よいしょ。危ない。リシャルリソン危ない。ローでオッケー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 。ああ、右サイド？いいんじゃない？裏抜け。ロリスちょっとクリアが甘い。オッケーオッケーオッケー。高い位置のスローイン。ヤキッチ。ツッターがクロス入れてきたのかな？ゴール前には鎌田くんもおりました。跳ね返ったボールをローで。ロリスがキャッチしてスパーズボールです。ちょっとバタついてチャンスなりそうでしたね。トッテナムはちょっとねバタついたので、自分たちのペースに戻そうと時間を使ってディフェンスラインでボール回しております。ロングボール、ハリーケイーンと誠さん、鳥だか。日本向けの記事で使われそうな写真を作ってくれました。
あ、あ、ノーブルさん、すごい、スパチャありがとうございます。一番の旗を、ハッシュタグ一番の旗をありがとう。ナイススーパーチャット、Thank you。グリーンカードを差し上げます。グリーンカードフォーユー、ありがとう。ナイスパー。すごい朝4時に起きてらっしゃる。危ない、ソフミンシュート、枠外、うわ、決定的だった、うわ、あの位置でソフミン前向かれると絶対無理かと思いましたけども、フリーのところからのシュート、いや、これ枠行ってたらトラップも無理だったんじゃないというような位置。とまだチャンス続いています。トッテナムブロックしてナイスですよ。カウンターいけそうだ。コロムラインにつながる。走ろう走ろう走る。あー、そっち外出てもよかったよ。まだ残ってる。クナーフ浮かせて、鎌田君のヘリングで落とした。先にコロムラに、コロムラに、あ、まだカット、まだカットできる。どこのファール、そこのファール、あー、コロムアニーファール取られてしまいました。エメルソンね、あー、それ、あー、あれじゃない、後ろ足で胸蹴ったやつじゃない、もしかしたらこけた後だとしたら、よくご、よく見てますね、出身は。そうだよね、ちょっと蹴ったよね、痛いよね、うーん、良くないかったんじゃない、コロムアニー。あれは最後なんかいらぬ足残しした、してたよ、痛いよね。さあ、前半の40分経過しております。41分。現地では42分。スコアは0対0です。トッテナム押しておりますが、スコアレス。さあ、ここで、ソウのファールですね。フォイビア倒されております。前半戦どのように収めるかも大事な、になってきている時間帯。ちょっとね、いい攻撃の形を前半戦で作ることができなかったフランクフルトが、フラストレーションちょっと溜まり気味なのかもしれないですね。ハリケイン反転してリシャルリソン抜け出した。エメルソンゴール前にはハリケイン、逆サイドはどうした、う、逆サイド、ペリシッチのパスだったのかな、はあ、ソンフンミに出したのかな、出したのがシュートだったのが、シュートですね。シュートがリフレクションでゴールのわずかに枠右に逸れていきました。よかった、当たってて。で、コーナーキックです。ペリシッチ。もうショートコーナーしないみたいですね。さっき失敗したので。ファーサイド、トラップ、パンチング。セカンドボールはホイビア回収してキープします。あら?肘ですか?イエローカードホイビア。あらららららら。コロムアニー。を倒して、ホイビアにイエローカード。
ちょっとね、顔には当たってなかったのか、ホイビはもうちょっと納得いってない感じ、すごいニヒルな笑いしてましたね。お前顔いってないっしょっていうのを本人に言ってましたけど、なんか、かっこいい笑い方してましたね。あら？トッテナム点取り切りたいでしょうね。トッテナムはね、このずっとトッテナムの時間でしたので、枠内飛べまでというような感じはしてます。あー、抜け出してリシャルリソン決こーおーっと、リシャルリソンがペナルティーエリア内で倒されております。誠さんのブロックでしたが、これは PK はないと思いますけれども、 VAR 入ります。リシャルリソンが入ってきたところ、ボールにチャレンジしてますかね。どっちがさ、まあね、わかりません。これはちょっとリプレイ見てもなんか、わかりません。シミュレーションに見えますね。はい。誠さん。はい、誠さんは、痛がんなよってね。まあ、痛いところは何もないと思うので、痛がらないように、リシャルリソンに圧をかけに行ってましたね。倒れてるリシャルリソンに。うん、このまま前半しのげばフランクフルトの流れになると思いますね。フランクフルトホームの強みが、時間をかければかけるほど、ゼロ得点、トッテナムのが得点しなければフランクフルトの時間に必ずなる。うわー、する危ないです、リンドストロムから。うん、スパーズベストメンバー出してるけど、リーグ大丈夫か。リーグやばいっすよね。リーグはやばいっすよね。さあ、前半45分になりまして、アディショナルタイムはプラス1分ですが、もうすでにね、1分45秒経過してますけれども、セットプレイありましたので、まだ試合は続いております。クロス入ってきますか。リシャルリソンから逆サイド、エメルソン抜け出した、ホイビア、あ、出たんじゃない、出たんじゃない、ライン、ゴールライン割ったんじゃない。さあ、ここで前半終了、ホイッスルです。結局裏トッテナムは試合を支配していたんですけれども、スコアレスということでした。ここ何のリプレイと、あ、ハンドね、ハンドね、確かにね、ハンドだね、手当たってるようにも見えましたね。がしかし、まあVAR 介入せず、することなく前半終了ということでございました。さあ、前半いかがでしたでしょうか。印象、感想、コメントいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。インテル、バルサから先制点1対0。インテルバルサもね、同じ時間、他会場で試合が行われているということですね。すごい、ベッカム、フリーキック上手。フリーキックも欲しいですよね、フランクフルトね。いい位置で、セットプレー欲しいですよね。
や、ほんとトッテナムはね、点入ってておかしくないシーンいっぱいありましたね。トッテナムが惜しいチャンスをたくさん外してたなと。ね、そうですね。点入ってておかしくないのが本当に1回、2回、3回ぐらいありましたかね。うん。長谷部っていつもセンターバックなんです。フランクフルトで最近はずっとセンターバックですね。心を整えてください。誠さんの生活的に心を整える的に、もうこの時間にこんなことしてるは絶対ないからね。さあ、前半戦のスタッツ、ボールのポゼッションはフランクフルト 39%、 トッテナム 61%、 シュート本数フランクフルト4本、うち枠内1本、トッテナムはシュート6本打てましたが枠内は0本でした。走行距離フランクフルト59キロ、トッテナムは 57.62 キロ、パス成功率はフランクフルト 76%、 フランクフルト80%。やっぱね、枠内にね行ってないのがね。スパーズの惜しいシーン全部枠内行ってれば得点だったっていう感じもします。あ、クラシコ、クラシコ午後11時、めっちゃいい時間やん。16日だった。ちょっと16日、桜子コラボ誘われてるけど、あれなのかな、お日にちずらしてもらった方がいいかもな。マドリードダービーじゃない、クラシコ、エルクラシコ。うん、10月15か14か、16、16、やばい、16、16ダメじゃない、11時ダメじゃない、やばい。うん、10時からだから、でも時間をずらしてもらえばいけるのかな。もうちょっと早めから始めてもらうか、11時までに終わるようにしてもらえばいいのかな。長谷部見るだけで心が整う、見るだけですごい効果じゃない。見るだけで心が整うって、もう仏様とかと同じ、仏様とか赤ちゃんとか猫とかとも同じ感じ。犬猫赤ちゃん長谷部誠ってこと。すごいね、見るだけでオキシトシン出るとか、すごい存在じゃない。とってのもやっぱり制裁を書いてる。ちょっとね、調子良くないかもしんないっすね、とってのもは。ノースロンドンダービーしかり、それかクラシコをずらすかだよね。クラシコをもうちょっと遅い時間からやってもらうかだよね。聞いてもらえるかな、クラシコ時間ずらしてもらえるかな。いやー、10月なんかモリモリですね。10月モリモリじゃない、なんか
ちょっと待って、そもそもクラシコ、そもそも何で見れるんだ。ラリーガか。じゃあ普通にダゾーンで見れるのか。クラシコ時間変わってたんだ、カレンダー直したけど。あ、やっぱり時間が変わったってことですか。そうなんだよね、さ、確認したのよ、桜子も。なんかすいません、ちょっとカレンダーよろしくお願いします。あとどなたかフットサルの試合の今後書いていただけると大変ありがたいです。ちょっと桜子時間帯間違えてるかもしれない。よろしくお願いします。ちょっと今日もね、間違って予定を入れてしまって、でもフットサルの試合があるのを思い出してちょっと予定を変えていただいたりして、いや本当にスケジュールが難しい。日程さんで選手に調整かけてクラシコの日時変えよう。そうだね、最悪22人のスケジュールが合えば日程ずらせるから、ちょっと日程さんに予定分かってる人から先に書き込んどいてもらうか。こんばんは、とことこさんいらっしゃい。桜子の小中茶は中高か、中高のお友達、仲良しだったお友達のニックネームだ、とことこ。トッテナムとフランクフルト、どっち勝つと思いますか。ちょっと勝ってほしいのはね、フランクフルトなんですよね。でもこのどうだろうな、このままのプレイを後半も続けていたらどうだろうな。フランクフルトでもやっぱボールポゼッションしてなくてもね、得点するタイプのチームだからな。でスパーズがちょっと調子良くないし、時間がね過ぎれば過ぎるほどホームのフランクフルトはが有利になって、ちょっと次のプレミアの試合とかが頭をちらついてくるスパーズはまたより一層難しくなるんじゃないかな。なんかね、多分スパーズとしては前半戦に点を取っておいて、でやっぱ後半戦はあのこのガツガツのスタメンを主力をちょっと下げたいっていうことだと思うんだよな。で点をね取れなくとも多分主力下がると思うので、後半戦はそうなってくると余計にフランクフルトは有利になるかもしれないし、わかんないですね。フランクフルトでお願いします。フランクフルトが勝ってほしい。こんばんは、松葉敦子さんいらっしゃい。ゆっくりしていってください。アセンシオ後半からなら参加かです。お前はいつだって出れるようにしとけ。君は出場時間も短いんだから、いつだってスケジュールぐらいは出れるようにしときなさいな。そうだったの？あれいつも前半戦予定つかないから後半から出てるの？アセンシオ。フランクフルトのカウンターが決まるのが早いか、スパーズが点取るのが早いかですね。スパーズはおそらく後半開始したらギアを上げて、そのスタメンのメンバーでできる残り時間を使いきをより一層ポジション高く保とうとすると思うんですけど、そこをフランクフルトは防ぎ切ったら
ランクフルトにチャンスが来ると思うんですね。あのセットプレイとかねあればまた違うと思うし、だから前半じゃあ後半の立ち上がり強度を増してくるトッテナムを防ぎきればフランクフルト流れが来るかな。後半頭から選手交代するなら取って仕掛けてくるならトッテナムだと思うんですけど、フランクフルトはちょっとメンバーは絶対変えない方がいいですね。なんか勝てそうな気がする。勝ってほしい。そうなんですよ。トッテナムは今月日本人ツアーをやってる、日本代表ツアーをやってるので、ノースロンドンダービーで冨安選手と、そしてチャンピオンズリーグでフランクフルト鎌田選手、長谷部選手と、そしてブライトン三笘選手と日本代表だダービーを続けているトッテナムですね。いやだからね、日本人選手を追いかけてる我がチャンネルではスパーズ3試合連続見ることになるのかな。ブライトンあれかな、アベマやってくれるのかな。結構ねブライトンの試合無料で見させてくれますけど、はい、フランクフルトの子供ちゃんのサポーターかわいいな。過激しっかり過激。うん、Bless you, thank you。 アベマが無料なのアーセナルだけだった気がします。アーセナルはね全試合無料なんですけどね、なんかたまにブライトン、たまに無料で見せてくれるんですよね。基本はねプレミア、アベマプレミアのだと見れるんです。アベマプレミア入ってもいいんだよな。うん、 M リーグもね始まりましたし、アベマプレミア入ってもいいな。さあエンド変わりまして、左から右に攻める黒いユニフォームフランクフルトです。右から左アウェイの白いユニフォームスパーズ。後半開始のところクロス入ってくる、いいですよ。ヤキチ打ち上げましたか、ループシュートを狙ったのかな、まあ、ディフェンス当たってます。ワンタッチコーナーキック、ロータスさんおはようございます。ゆっくりしててください。さあセットプレイ、フランクフルト鎌田くん蹴ります。いやーホイッスル、ファールがありましたか。スパーズのゴールキック、ヤキッチがなんか笑ってましたね、ファールになったから。うん、ヤキチさん東海道中膝くり毛、あれヤキチだっけ。うん、
ラングレーから前線に誠さん足元でキープしてトゥッタローで層からコロムアに落とし層鎌田くん左クナーフ、うん、センターバック誠さんまで下げてトゥッタ斜めにドリブル、うん、鎌田くんが降りてきてボールをもらう、サイドチェンジ、右サイド、ヤキッチどう？ゴールキック？さあ、フランクフルトのスローインです。なんで？すごいスタジアムのね外からの映像がありましたけれども、ドローンが飛んでますね。さあ、トッテナムボールに変わりまして、これもボールがタッチを割っているコンテ監督、ヤキッチから誠さん、エンデカ、鎌田くん、クナウフ、クナウフとエメルソン、後ろ戻してロストしない、トラップから一列飛ばしたボール、ローで、うん、ナイショー、コロマニー、コロマニー、ファールありません。鎌田くん、シュートハマタボールを回収して前を向く、ローで、ドリブルでちょっと運んで右のヤキッチ、ローデに戻します。中は2枚。そう。抜け出した？マジ？うわー、クナウフー、後ろからのボール難しかったですけれど、ボレーでシュートを打ちました。ちょっとね、強いボールにはならなかったので、キーパーが弾きまして、キャッチしましたけれども、すごいすごいですね、あれシュート打てんの。抜け出し完璧でしたね、オフサイドなし。見事ゴール前、キーパーと1対1を作りました、クナウフ。いいよ、いいパス、まこと、あ、鎌田くん、打っちゃう、おい、鎌田くんでチャンスでしたね。今前向いてシュート打てたんですけど、まさかのコロムアニのかかとに当たりましたね。もったいなき、もったいなき、おいっつっちゃったなんでそこおんねんつってもつってうん、さあ、後半のね、5分経過して50分、0対0、ありゃあ、まあ鎌田くんのドリブルを奪われまして、やばい、ここで失点はやだ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。ハリケーンがスネをぶつけましたか。ソン・フンミンからペリシッチ、ゴール前のハリケーンはちょっと接触ありましたね。コロムアにちょいちょい行きやってね。そうね、ポジションね。うん。
さあ、フォイビアからリシャルリソン。その前にクナウフが足を引っ掛けてスローイン。あ、いいんじゃない、いける、取る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 。リンドストロム。あ、トラップ大きくなったのを取りに行ったんですけど、ソン・フンミンが後ろに戻って守備。ダイヤ、ラングレー戻して、ダイヤプレッシャーかけに行く、コロマーニーキーパーまで戻して、ロリス、ラングレー、ペリシッチから前、うん、足元、ナイス、いいですね。ベンタンクールを運んで、ソン・フンミンクリアする、クリアボール、ロメロ、おー、ハリー・ケインからリシャルリソン、キープ、ソン・フンミンシュート打てる、うわー、枠外なんですね。ハリケインがね、低い位置でプレイした結果生まれた前線の、ソフミ、そうですよね、ノースロンドンダービーの一個前の試合ね、ハットトリックケチャドバーしてましたけど、うん、さあ、ハリケイン前向いて、ソン・フンミンへのボールは、後ろ向きの層に当たってましたかね。いいですね。ローで、あ、いいんじゃない、リンドストロム、ヤキッチ、ワンタッチワンタッチでパスをつなぎきれなかったんですけど、危ない。さあ、高く打ち上がったボールをベンタンクールが足元で収め、ダイヤーからロメロ、縦、ハリーケインが落としたボールはファールがございません。ちょっと早球だったかな、前へ出したボール。いやー、お互いにもどかしい形になってますかね。トッテナムは決定機作れるんですが、シュートは枠内に入らず、フランクフルトもカウンターがうまくはまりません。後半の立ち上がり、トッテナムがギアかけてくるのかなと思いきや、フランクフルトがしっかり受け身ではなく自ら行く形で、いい時間帯になってたんですけど、そう、そしてコロムアニがね、変わります。ちょっとね、今日合いませんでした、コロムアニ。変わってボレが入ります。うん、マネは、うん、56分での交代はちょっと早いですね。あ、コロムアニもイエローカードの累積で次節リーグ戦はお休みということで、もしかしたらフルで使いたかったのではないかと思うんですが、どんまいどんまいですね、どんまいどんまいですね。
まあね、本人もね、うなだれながらの交代でしたので、しかしたらまあ、予定していたよりも早い時間での交代になってしまったのかもしれませんが。難しいですね。ちょっとまあ、前線で待ってないといけない立場なので、チームがね、ボールを奪い取ってくれないと活躍の場面がないという。で、少ないカウンターのチャンスをね、まあ、生かしきれなかったということで交代だと思うんですけれども、難しいですね。さあ、フランクフルトが前線を1枚交代しての間もなく60分ですね。スローインからトッテナム右サイド。ファールありません。奪い取ってフランクフルト。よいしょー、よく反転した鎌田くん。から逆サイド。ヤキッチ落として、ローで。リンドストロもいいプレイでしたね、さっきね。ソウからクナウフ。もう一度ソウ。ローで、鎌田くん。戻して、ローで、リンドストロム。鎌田くん、鎌田くん、リンドストロム。ああ、リンドストロム。ああ、ああ、鎌田くん、鎌田くん、打っちゃう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 。さあ、ブロックされたボール。どうした、どうした。トゥタが何もないところで、こけてから。ローで、落として、鎌田くん。取りたいセカンド。トゥタ。ナイスナイス。戻して、そう。ヤキチ、そう。はぁ、ドキドキする。トゥタからゴール前、何？クナウフ、ヘディング。あー、これはファールでしたか。エンディカー。頑張れ、頑張れ。いや、鎌田くん21にね、いつもポジション取ってるんで、チャンスにも絡めそうなんですけど、まあ、取れたらどうですか？来たんじゃない？来たんじゃない？リンストロム、おばっか！おばっか。このね、鎌田くんからローデと、鎌田くんとローデのね、プレッシャーから生まれたチャンス、奪い取ったボール、リンストロム、フリーで受けましたけど、幕上でした。ああ、おばかん寝ちゃったな。おばかって言っちゃった。いや、もうね、枠いってりゃなのよ、この試合。今日の試合、枠いってりゃなのよ。あ、いいよ、リンドストロム。ちょっと倒れてる選手いるの気になりますが、わあ、ああ、リア、リシャルリソンからつながる。ハリケイン、ソウ・フンミン走ってる、逆サイド、ラングレクロス、バカ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 、取りなさい。ヤキッチ抜けて、クロス、あ、誠さん大丈夫？あー、誠さん大丈夫？あー、あー、あー、危ないよ、危ないよ、危ないよ。あん、素晴らしいディフェンスだ。素晴らしいディフェンスだ。誠さん。誠さん、素晴らしい。ナイスすぎる。何を言いに行ってるんだ、主審に。
ねえ、危険なところにいて、本当に、危機回避能力が高い。本当に、ちょっとした地震予知できるんじゃない？ぐらい、危機察知能力が高い。いいよ、これ取れますか？うん。トゥッター、誠さんから後ろ戻してトラップ。エンリカ。うわぁ、リスチャルディションのプレッシャーで、まさか、スローインが？トッテナム。ハリケーンキープ。マコトさん行く。クロス上がっちゃう。トラップキャッチ。ナイスナイス。エンリカ。クナウフ。縦突破。素晴らしい。いやローデにボレに入りませんでした。スローインエンリカクナウフローデ戻してマコトさんから縦ローデ足元ボレここにいるのね。右やキッチローデそうサイドを変えてエンディカが持ち上がってクナウフに預ける層に戻してま鎌田誠さんおートラップトゥーターあ怖いよあ怖いよちょっとちょっとねポジションが崩れてそこを見逃さないスパーズプレッシャーかけに来てましたけどもケタルサクラコいらっしゃいサムワンストップのナポリアムステルダム？いちご？ナポリどことやってんの？アムステルダム？あら、そんな点差開いてる試合ある？あ、いいと思いますよ、ヤキチ。中、クロス、グラウンダー。ありありあり。まだある、まだある。トゥッタ、どうした？何？あら、合わないね。もうまだあるわ。再チャレンジ、頑張ろう。そう。ローで。クナウ使わない。戻してトゥッタ。そう。トゥッタ。鎌田くん。そう。右使う、ヤキッチの前。長谷部の縦パスすごい、すごかったね。スパーンって入ったやつ。ローデのもう一個先まで行ってほしかったのかもしれんけど、ローデの足元で止まったやつね。うん。ナポリ、バーサス、アヤックス、アヤックス。アヤックス5。ナポリ、1ポイント。アヤックス5ポイント。アヤックスいっぱい点取るね。チャンピオンズリーグのグループステージめちゃくちゃ点取らんアヤックス毎年。ラングレー？ラングレー？
どうなった？ゴールキック、素晴らしい、素晴らしい守備だ、ヤキッチ。いいよお、まことさんからロングボール、エメルソン、リシャルリソン、あ、いい、守備良くなったな。ナポリが5点、あ、そうなんですね、ナポリのが勝ってるんだ。あ、サムアンストップノートゥーナポリだもんね。ゴールバルセロナトゥーインテル、ナウイッツワンワンドローを追いついたんですね、バルサ。うん、ダイヤ、ロメロ、ソンフンミン降りてきて、ベンタンクール、ハリーケイン、ベンタンクール、あ、ソンフンミン足元合わない、マコトさんどこ見てる、いいんじゃないですか、つなげてください、ボレー、リンドストロムか。危ない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 、縦入ってるよ、縦入ってるよ、うーん、ペリシッチ後ろに戻す、あ、ゴール扱いにならなかったのかな？ノーゴール？ VAR で。うん。さあ、時間が間もなく後半70分。分です。スコア動いておりません。0対0、選手交代をそろそろしなければいけない、お互いに。しかしスコアは動いていない。1点取って主力を下げたい、取ってナム、リシャルリさんのクロス、いいんじゃない、ペリシッチいけなかったか。どうですか？ねえ、もうそろそろ来たね。こ、来たね。セセニョン？セセニョン入る？はい、ということです。動きました、トッテナム。ロメロを変えてセセニョン、ローで変える。ローでのキャプテンマークがトラップに移ります。ローでね、退勤のお時間ですね。お疲れ様でした、キャプテン。ローで退で、ペレグリーニが入ります。ペレグリーニ、あ、ペリシッチも下がってる。ペリシッチ下がって、セセニョン。危ない危ない危ない、中途半端なボールになっちゃった。オッケー、つなげていけそう。ま、鎌田くん。縦走ってる。使わない。戻して、そう。逆サイド。クナウフが右に行ってる。クナウフ右行ってんのね。
ヤキッチが真ん中、せいせいニオンが、あ、違う、ペレグリーニが左ってことね。せいせいニオンのクロス、よいしょー、ハンドですね。ヤキッチが真ん中入ってクナウフ右行って、で左にセセニオンは、じゃあペレグリーニが入って、で中盤がな感じで、中盤が変わりましたね。本来のポジション。どちらもちょっとずつずれて、この試合勝ったらフランクフルトはグループリーグ勝ち上がれそうだけれども、そうなんだ。それがもう、かかってる試合なんだ。いいですよ。誠さん、誠さん、出しどころ探しましたがなかったです。リンドストロム、クナウフ、いいよ、判定して、ファールもらえますか、カードも出ますか、大仕事大仕事。リンドストロム反転したところでたまらず手が出てしまいました。ラングレーイエローカードです。シュート数9、双方ほぼ互角。ねえ、枠内に行ってないんだね。確かにキャプテンマーク、キーパーユニと全く同じ色で擬態されましたね。なく、キャプテンマークなくなりましたね。うん。オアマル、ボケンセさんいらっしゃい。まだどちらも無得点でございます。せせりたい野源軟骨の形になる。そうですね。やキッチのこと？せせりやん。せせにょんってめちゃくちゃ可愛い名前だよな。ポケモンにいてもおかしくないぐらい。今日のスタメンでポケモンにいそうランキングはコロムアニが一番いそうだけど。セセニョン、セセニョン、セセニョン、ポケモンっていうよりサンリオにいそうなんだよな。セセニョンちょっとサンリオっぽいよね。いいよ、鎌田くん、フリーで受け取って左サイドを。ちょっと疲れた顔してんな。キリ、シュート？いいと思う。打っちゃおうよ。そうだよ。打っちゃおう。疲れてんな。75分ね。おー、おじさんのブロック。ちょっと疲れた顔してるよね。さあ、75分経過してスコア0対0。選手交代はどちらも1回、2回。いい？フランクフルトは2回してるかな？ハリー・ケインから上がってきたセセニョン。ソン・フミの前でカット。オッケーオッケー。よいしょ、つなげたい。マコトさん、大丈夫？めちゃくちゃ叫んだよ。めっちゃ叫んだよ。まあ、カード性のあるファールではないですけども。まことさんはカードを主張して、なんだ？交代します。
ブライアンヒル？ブライアンヒル？君ここにいたの？どういう意図？コンテ、どういう意図？引き分け狙い？引き分け狙い？収めに行ってる？バレンシアレンタルだったんだ。あ、もともとスパーズの人？あ、そうなの？ブライアンヒル？もともとスパーズの人だったの？バレンシアレンタルだったんだ。いや、ラリーガだと思ってたよ。ラリーガ仲間だと思ってたよ。君はプレミアの人だったのか。ビートルズ顔のスペイン人ことブライアンヒル、そうですね。あ、リシャルリソンに変えてブライアンヒル。何？インスタかな？ SNS でスペインにいた頃が幸せだったって言っちゃったの、ブライアンヒル。バレンシア帰りたくてたまらんじゃん。危ないってそんな！見た目スパーズっぽくないんだよね。ちょっとなんかね、こう、昭和、ま、昭和はさ、イギリスにないんだけど、昭和の顔してるんだよね。コーナーキックです。フランクフルト、鎌田くん。セカンド、誠さんが、逆サイドに出す。ブライアンヒル、追いかける。ファールありません。ペレグリーニ、クナフ、クナフいいよ、クナフいいよ、クナフいいよ、あー、ちょっと、持ちすぎたかな。ソウフンミンが駆け上がる、自分でもいけちゃうよ、頑張って、頑張って、おいしょおいしょおいしょ、オッケーオッケー、ナイスナイス。いや、コース消せてたよ、ナイス。デイビス、誰に代わって入ったって、ダングレーに代わってデイビス入ってる。うん、おお、得点の匂いしますかね、フランクフルト。うーん、得点の匂いで言えば正直両チームともしないんだよね今日。得点の匂いで言えばね、どっちもあんまり香らないんだよな。シュートはねあるんですけどね。ひげを生やして謎の紳士感も出てきた。そう、なんでひげ生やしたん、なんでひげ生やしたん、舐められたくないのか。フランクフルト、この試合勝たないと言える。スポルティングは CL 予選突破した。あ、スポルティング突破。今日の試合は関係なく突破決定してたのか。あ、それとも逆側がなんかどっか負けた影響でかな。あ、そう、レトロ顔。そう、レトロ顔。趣ある。得点の匂いは時々強烈に香るけど、そのために消臭力を借る。消臭力。
ホイビは左のカリケイン。うわーうまーい。上がれ上がれ。上がれ上がれ。ナイスブロック。上がれ上がれ。ちょっともうしんどくなっちゃってるんだけどね。ヤキッチ打ってもいいよ。鎌田くーん、鎌田くーん。コスティッチ抜けたの痛い。コスティッチはね、枠内シュートフランクフルト2スパーズ1、終盤決めてくれ。鎌田に期待。鎌田くんちょっとフリーキック欲しいっすね。フリーキック欲しいっすね。あー来た、ブライアンヒル。オッケーオッケーオッケー。カットして鎌田くん、なんだ、合わないシーンが多いね。合わないなーって感じだよな。やめて先生にょん、クロス危ない。ソン・フンミンがゴール前入ってきてました。トラップ大丈夫かな。ちょっと首痛めた、首痛めた。あー膝が顔に入ったかも、膝が顔に入ったかも、痛い。スポルティング1位、スパーズ2位、フランクフルト3位、マルセイユ4位。得失点差の関係上このままだとスパーズが CL に行くからフランクフルト勝ってほしい。間違った情報。鎌田くん疲れてると思うね。絶対にパスの意図が合わないフランクフルト対絶対にシュートが枠に行かないスパーズ。絶対に得点してはいけないチャンピオンズリーグ。イエローカード。あー誠さんちょっと待って、大丈夫、誠さんがふくらはぎ痛めてる。えと何、どうしたどうした、どこのシーン。あーハリケーン、ハリケーン、ハリケーン。あーいや誠さんが仕掛けたよ最初に。倒れた後誠さんが一回踏んだよ。でそれにねやり返したハリケーンにイエローカード出るというね。いやー試合巧者すぎん。すごいよ、ハリケーンだよ相手。おはまる、小松さんいらっしゃい。長谷部セルヒオラモスに見える。いやまあそういうことですね。月出てます、月出てないですね。誠さん踏んだやつずれてたらあれと。いや誠さんはそんなところを踏まないね。あれは完全にセーフゾーン内でやってるんでしょうね。うん、すごいすごいっすね、誠さんはマジで。うん、心を整える2を書いた方がいいですよ。心を整えた先は何があるんだろう。心って整えた後どうするんだろう。もうなんかやっぱね、心を整えるの次、であれかな、やっぱ指導者になった後のに心を動かせるみたいな、心を動かせるみたいな本を書くんかな。整えた後やっぱ躍動させるよね。リンドストロムが変わって
エビンベ。アディショナルタイム含めてあと10分弱。そうですね。いや、ちょっと今日の試合、アディショナルタイムも後半もそんなにないかもな。ヒルちゃん頑張れ。ヒルちゃんちょっと厳しい。そうだね。ヒルちゃん、スパーズ行って苦しんでるっていうのを感じますね。この少ない時間でも。トッテナム苦しんでる。トッテナムはね、苦しんでる。スパーズカード多いのにアグレッシブ。コーナーキックフランクフルト、時間帯的にはもう決め切りたい。鎌田くん蹴ります。ヒルちゃん、バレンシアいた方が楽しかったんじゃん。買い取ってもらえばよかったのに、バレンシア。ラリーガにいな？ラリーガ合ってるよ。プレミアの人じゃないよ。もともとセビージャだったんだもんね。戻っといで、ラリーガ。試合出てないんだったら。心を整えた後は、魂を揺さぶる。久保対ヒル懐かしいね。バレンシアいたらよかったのに。いやー、時間がねー、89分。鎌田くん追いかけます。ホイビア。取りたーい！いいんじゃない？なぁ、なぁ、ヒルちゃん！ヒルちゃん！いやー。エビンベ？エビンベキープして、うわー、バックパスを引っ掛けて、キープしました、ヒルちゃん。いいドリブル。美しかったよ。ダイエット本で体を整えるだけはやめてほしい。サウナ本とかね。大物取っちゃうから昼の出番回ってこない。あ、アディショナルタイム3分ですね。3分ぐらいだろうな。ヒルちゃん、ハリケーン、川田くん挟んで、ソウが奪う、戻してトラップ、ロングボール。前線。ボレー。鎌田がヘンディングで落として。右サイド。クナウフ。どうしたの、そのポジションは。かぶってた。クナウフ。なんで？嫌だ！いやー！ホイビア。取ってハリケーン。おーし、これ回らない。どっちも合わない。久保がキレキレだった試合に出てた。スパーズ各国代表集結してるけど、そこまで突出してないけどな。何突出？スパーズというチームが突出してないってこと？スパーズのなんか、ね、今のメンバーのピーク、今のメンバーっていうかなんか、どうなんだろうな。あ、いいよ。クナウフ、マコトさん、エンディカ、左サイド、ペレグリーニ。ペレグリーニ、
戻そう。オッケーオッケー。鎌田くん。エビンベ。ソウが斜めに。トゥータ。クナウフ。クロス。どうしたえ。スパーズずっと地味。地味ではない。地味ではないよ。うん。いつも何かが足りないスパーズな。そんな扱い？スパーズ？まあでも、戸田さんの解説ありきで完成するのかな？我らのスパーズは。あと10秒だ。うわあ。ヒルちゃん。え、ホイッスル？あ、ちょいと巻き気味で。3分。ぴったりか。いやー。いや、ちょっとまあ、そうですね。スコアレスの試合だなと主審も判断しましたが、わかります。ということで、フランクフルトのホームでのトッテナム戦チャンピオンズリーグは0対0スコアレスドローでございました。何この試合と何この試合だったね。何この試合だったね。ちょっとなんか、今日みんなあんまご飯美味しくないかもな。なんだろうね。みんななんか疲れちゃった。だね。疲れただけの試合になっちゃったかもな。大丈夫かな。これちょっといろんなとこから怒られるかもね。いろんなとこから怒られるかもね。うわ、疲れちゃったね。なんだろう、いいとこあったかな。よ、なんかねえ。スコアレスでこの運動量きついんじゃない。なんかそうだよね。いや、監督そうだよね。話し込んじゃうよね。もう、痛み分けだもんな。ああ、もうこれ話し込んじゃうよね。ちょっと、大丈夫かな？疲れちゃったね。ちょっと、ワクワクして旅行行ったけど、思ったより予定通りにことは進まなくて、ちょっとなんか疲れちゃったね。楽しみにしてたけど、ちょっと疲れちゃったね。っていう感じ。楽しみにして温泉来たけど、ちょっと道中いろんなこと、道中ちょっと渋滞がきつすぎて、旅館着いたらもうクタクタなってるみたいな。温泉どころじゃない、疲れちゃったねっていう。っていう温泉旅行。補強えぐいしてるはずなのに。昼はリーが行く予定だったけど、スパーズが選手の獲得に失敗して移籍直前に破談になった。あーね、その、またバレンシアにね、戻るはずがって言ってましたね。いやー、だからもう、多分それで、ヒールちゃん、試合出れてないし、スペイン恋しがってるし、多分ね、もう、スパーズから出ちゃうと思うね、次はね。ヒールちゃんが持ったからって、巻き気味で終わるのかわいそうじゃないですか。最後ヒールちゃんだった。笛吹かれちゃった。両チーム含め長谷部以外体重そうだったね。疲れてたね。
長谷部がいたから失点なしで済んだ、間違いない。チームを整えなければ、チーム整えられなかったか。この後のご飯は走りすぎで鉄の味す、鉄の味するやつやな。口ん中鉄の味するやつやな。両チーム決定機を決めれなかったね、決めれなかった。使用試合はイタリア人監督にとってはお家芸です。あ、そういうことなんですね。長谷部マンオブザマッチっぽい。いや、誠さんマンオブザマッチじゃない？桜子ももう誠さんだな。今日の試合は、マンオブザマッチ、誠さんだな。うん。長谷部38歳過ぎてる。日本代表復帰してほしい。うん。草サッカーじゃないんだぞ。草サッカーじゃない。チャンピオンズリーグですよ。世界最高峰の試合をお届けしてます。スコアレスはフランクフルトにとって嬉しいことになります。そうだったら、よきよき。まあ、ホームでしたからね。スコアレスの真髄を味わうことができた。まさかの、フランクフルト対トッテナムの試合で、スコアレスの真髄を味わえるとは。クラブブフルヘ勝った。おー。今日、J2 山形対大宮です。あ、そうだそうだ。なんか大宮のホームですよね。あれ、桜子の山田浩太は、大丈夫だったんですか？山形のプリンス。山田浩太大丈夫だったのかしら？帯同してます？大宮。両チームちゃんと決定機外すもんな。ちゃんと外してたよな。失点ゼロは長谷部強化が発揮された。うん。コンテ許さない。こういう、そういうのコンテ許さない。どういうの？YouTube の1分ハイライトの今日は20秒ぐらいにまとめれそう。なんもなかった。なんもなかったんか。まあ、シュート本数自体もね、そんな多い方じゃないですけどね。まあ、ノースロンドンダービーでクタクタになったスパーズには、やれる限界の試合だったと思いますけどね。何もないという贅沢。都会でね、毎日忙しく過ごしてる現代人が、ちょっと田舎に行った時に感じる何もないという贅沢ね。長谷部エグすぎ。間違いなくこのゲーム一番だった。桜子も、今日のゲームの MVP は長谷部誠さんですね。他誰か良かったかな。そうですね。他の選手はやっぱりいいとこもあれば、振るわなかったシーンもありましたけど、長谷部誠は全プレイ良かった。絡んだ部分全プレイ良かったから。その、減点部分がないからほとんど MVP、 マンオブザマッチだな。サッカー観戦上級者しかフルタイム見られない試合だった。初級者は寝てるか、寝てる。そうだね。ちょっと、まあ、スコアレスはね、初級者ライト層なかなか楽しみ方難しいと思いますけれども、本当に今日の試合はちょっと上級者向けだったかもな。普段サッカー見てる人も寝ちゃうかもね。山形のプリンスってなんか演歌歌手みたい。歌うまそうですけどね。いやでもね、完全にアイドルですよ。アイドル売りしてますからね。整えさんが敵味方全体を無効化してしまったの。敵味方、味方も無効化してしまうのか。いやー、そうか。リスクも高い最強カードですね、整えさん。友達が
早稲田からジュビロに内定したの応援してください。すごーい。YSCC に兄もいるので、兄弟で J リーガーで。わ、素晴らしいですね。YSCC。うん。おめでとうございます。じゃあ、来シーズンは、大卒ルーキーということですね。活躍をご期待しております。MOM はもう戸田さんでいいんじゃない？戸田さん関わってないけどね、今日。この長谷部見せられたら余計代表懇願してしまう。うん。フリック、この長谷部が代表落選って、マジ？いや、落選ではないけどね。鎌田前線なのにもう最近途中で下げられなくなってきたのがすごい。ああね。フル出場ですよね、鎌田くん。めちゃくちゃ頼って、頼ってるっていうかなんか、まあでも、鎌田下げたらもう、攻撃、モアカンはそんな雰囲気するから、だから0点の状況だったら絶対下げらんないね。これが3対0とかになってたら、鎌田くん下げれる。2点差ぐらいでも下げれるかもしんないけど、温存して。もう0得点の段階で鎌田大地を下げるはもう、しかもホーム戦だったら絶対無理だろうね。大ブーイング。勝つ気あんのかーってなりそう。ゲッツェ出てない、ゲッツェは、お怪我なんだっけ？ゲッツェは、ちょっと重いお怪我、足損傷。重いお怪我してるのかしら。いやー。スパーズは苦しそうですね。なんか、辛いなー。辛いなーっていうの。見てても辛いなって思うし、やってる人たちも辛いなって思いながらやってる感じ出ちゃってるね。今月辛いなって思いながらやってるんだよな。ワールドカップのドイツ戦もこんな感じ、うまくいって 0-0。 攻められてたのにトラップあんまり仕事してない謎試合。そう、見せ場なかったね、トラップ。はい、ということでしたね。まあね、0対0は確かに、なんだろうな、観戦向けではなかったかも、今日の試合は。0対0でもね、痺れる試合もあるとは思うんですけど、観戦向けではなかったかもしれないですけれども、まあこの結果は、後にどう響いていくのかということですね。で、チャンピオンズリーググループステージ、今日が第3節ということでした。で、今日の試合を踏まえての、現状、このグループ D はですね、2勝1敗で、まあ、今日ね、マルセイユに負けちゃったんですけども、2勝しているスポルティングが1、勝ち点6-1。で、トッテナムが1勝1敗1分け、勝ち点4。フランクフルトも1勝1分け、1勝1敗1分けで勝ち点4。で、マルセイユが2敗喫してしまいまして、勝ち点3ですね。で、次が最終節になるのかな？次が最終節になるのかな？え、もう終わったってこと？グループステージ終わった？いや、あと3回あるか。失礼いたしました。ホーム&アウェイなので、前半が終了したっていう感じですかね。はい。ホーム、アウェイ。うん。うん。ですね。なので、まあ、半分、前半戦、グループステージの前半戦終わったところ、この順位ということですね。まだまだわかりません。
まあ、結構均衡しているグループですね。明日も配信したいですね。明日はどの試合を見ようかな。で、他の、まあ、本日あったチャンピオンズリーグの他の会場の結果も見ておきたいなと思うんですけれども。よいしょ。よいしょ。高い城は、バイエルン、プルゼニ、5対0バイエルン。マルセイユ、スポルティング、1人退場して、森田選手はフル出場かな。4対1マルセイユ。ポルト、レバークーゼンは、レバークーゼンも1人退場者がありました。2対0ポルト。アヤックス、あら、レッドカードあったんですね。ナポリとは1対6で、最終的にナポリ6得点という大量得点。インテル、バルセロナは、バルセロナの得点は VAR の結果、ノーゴールとなりまして、追いつけず1対0で試合終了しております。クラブブルヘは、3戦連続連勝中ということですね。リーグ戦も合わせて2対0、アトレティコマドリードを下しております。で、フランクフルト、トッテナムは0対0の使用試合。リバプール、レンジャーズはリバプール2対0勝ってる。よかったですね。と言って、チャンピオンズリーグでございました。大宮対山形もございます。7時キックオフ。トッテナム引き分け嬉しい。うん、どっち目線なのだろうか。結局バルサも 0-1 でインテルに敗戦。トッテナムは痛恨のドロー。まあでもアウェイですからね。早くソシエダ見たすぎてフレダ。あさってですね、ソシエダヨーロッパリーグ楽しみですね。見たくて見たくて震える。会いたくて会いたくて。明日はライプチヒ、セルティック、ザルツブルク、ディナモ、ザグレブ、ベンフィカ対パリサンジェルマン、チェルシー対ミラン、レアルマドリー対シャフタールドネツク、マンチェスターシティ対コペンハーゲン、セビージャ対ドルトムント、ユベントス対マッカビハイファ、プレストン対、あ、これはチャンピオンシップか。何見よう。明日何見たらいいんだろう。セルティックかな？日本人選手は。ライプチヒ、セルティック、ザルツブルク、ディナモ、ザグレブ、ベンヒカ、パリサンジェルマン、チェルシー、ミラン、マドリー、シャフタールドネツク、シティ、コペンハーゲン、セビージャ、ドルトムント、ユベントス、マッカビハイファ。セルティック見たらいいってことなのかな？ライプチヒ。バルサは勝ってほしかった。バルサどうだったんだろう？どんな感じで挑んでたんだろうね。スポルティングはゴールキーパーで出たけど、若手ゴールキーパーとかがよく守ってくれた。リバプールが苦戦してますね。リーグ戦もね。山形といえばハンダリク、ローマ行くんだろう。ああねー、ハンダキューン、ローマ行っちゃうの。いやでもね、モーリーニョには日本人選手を指揮してほしいんですよ。桜子は日本人選手を好きになってほしい。ハンダキュンだったら申し分ないと思います。うん、あ、グーナー目線でトテナム引き分け嬉しいと。なるほどですね。明日はチェルシー、ミラン、 MC のハーランドがまた爆発する。あ、マンチェスターシティのね。最近面白ハンドしたけど、してないアピールが上手すぎて見逃されたチェルシーのチアゴシウバ。面白ハンドってなんや。うん。バルサ後半巻き返し良かったけど、インテルに耐えられた。前半は良くなかった。
そうか。なるほどですね。なんとなく想像つきますかね。J2 から海外直行ルートが完全に開通しとる。本間シオンしかり。いや、いいと思いますね。いいと思いますね。いや、いいのかな？いいのかな？いいか。直行ルート、いいのかな？いいか。その方がなんか幸せにできる人が多いんだよね。きっとね。直行ルートのが。だからなんか J2 が、J1 がなんか意地になってほしいですよね。 J2 から海外直行してなんか活躍する選手を出させないようななんかね、やっぱ J リーグって J1、J2 やっぱり差がほとんどないなって思うからありえますね。J2 からチョコルートは。ありえるんだけど、そう、じゃあ、J1 がちょっと威厳を見せてほしいですよね、J1 の。ね、あんまりさ、J1、J2 に差がないとさ、ほなもう、でっけえ J リーグにしちゃえばいいじゃんってなっちゃうからね。どうなんだろうなぁ。今日もフランクフルト見てるってことは日本人選手めっちゃ好きな感じです。久保優也はアメリカで元気してるかな？あ、アメリカにいるんだ。ここ抜かれるとキーパーと1対1だから手でボールかき出しました、チアゴさん。もうドグソやん、そんなん。J2 自体が若手の土壌。若手が J2 の方が出やすい。この前対戦したジローナに日本人選手いてツイッター、あー見た、何やったっけ、何くんやったっけ、桜子もいいねした。そう、ジローナにね、こう日本人選手いるんですよね。あの最初キャリアスタートどこやったか忘れちゃったけど、徳島からジローナに行ったのかな。そうねー、でなんか近い年齢だもんね。僕のアイドルって言ってツーショット上げてて、すごいね、素敵でした。ジローナにいるんだと思って。セカンドチームとかにいんのかな？ベンチガイナだけだったのかな？まあ、ジローナにね、日本人選手いるの知らなかったです。嬉しかったね。いい写真だった。今のセレッソ J2 オールスターズ。日本人いいですね。香川も J 時代はほぼほぼ J2。そうね。海外から見たらやっぱね、J1、J2 がそんなに差ないのかもね。と思いますよ。海外から見たらね、あんま分かんないような気がする。データだけで見ると思うし、歴史までは見ないしね。まあ、選手の移籍に歴史は関係してなくはないか。京都山岳から始まってるんだ。まあでもあのツイッターね、調べたらすぐ出てくると思います。桜子もタイムラインに流れてきたのでね、ぜひジローナの日本人選手の方も気にしていきたい。はい。J2 も若手揃って魅力的だけど、チームとしてはちょっと J1 レベル差すごいかも。サポ目線。甲府が天皇杯勝ち上がってるんすよね。そうなんすよね。天皇杯が今週かな？ありますね。甲府上がってる J、ベスト4にいるのかな？っていうか今日か、天皇杯。甲府鹿島。
京都、広島。いやー、上がってるんですよね。勝ち上がってるんです。で、ね、今日のね、この準決勝は、NHKBS1 で見れるんですよ。なので、桜子もね、同時視聴しようかなって思っておるんですね。そう。おるんです。BS1 で見れるか。で、準決勝は、BS1 で見れるのに、天皇杯決勝は見れないの。地上波ないのよ。どういうこと？同じ試合見るとき見に来ると思うから通知入れ、ありがとうございます。通知嬉しいです。ありがとう。料理ダンス要する場、そう！甲府のめちゃくちゃ料理上手な選手見たい。マジ。毎回いいねしちゃう。器好きの料理嫌いね。料理嫌いの器好き。すごいよね。ほんと美味しそうだよね。素敵。お写真もね、上手なんですよね。いいカメラ使ってんのかな。本出してほしいもん。もう出ると思う、絶対。J2 なら、からなら、小川航基シャルケ行かないかな。シャルケに日本人フォワードいてほしい。へぇー。シャルケ良さそう。おはまるいらっしゃい。J3 のいわきに期待してます。いわき FC 面白いっすよね。いわき、いや、伝説作ってほしいわ。J1 来てほしいわ。うん。小川航基、海外かジュビロ取ってほしい。ジュビロ取ってほしい。スーパーシューター、三田とかいる広島さん。三田くんいいね。西田くんいいっすね。ゴールとアシスト両方含めたら一番ぐらいですか？ゴール関与率みたいな。いわき非公開トレーニングマッチでヴェルディに勝ったみたいじゃん。ありゃまあ、ヴェルディどんぐらいガチで言ってるかわかんないですけど。ありゃまあ。やはり筋肉。筋肉は全てを解決する。いわきが昇格したなら全力で止めます。秋田が、おー、止められるのか、いわきの筋肉を。水田くん、リーグ戦だけで8ゴール8アシストね。そう、すごいハーランドみたいですよ。うん。素晴らしい。楽しみですね。ということで本日はね、17時半キックオフ、甲府対鹿島スタジアム。で、19時30分キックオフ、京都対広島の天皇杯準決勝もございますので、ご覧になる方はぜひよろしくお願いいたします。小川航基、シントトロイデン、ありそう。ありそう。うん。で、明日のチャンピオンズリーグは、ライプチヒ対セルティック、1時45分キックオフを見るかなという感じですね。チェルシー、ミラーも面白そうなんですが。はい。で、あさってはね、ヨーロッパリーググループステージございます。レアル・ソシエダはシェリフ戦ですね。1時45分キックオフ。その後、アーセナルも続けて見れそうな気もしております。グリムと。ね、今月もちょっと、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ続けざまで、睡眠不足な日々になりそうですけれども、
皆様お体ご自愛していただいて駆け抜けていきましょう。四千頭身が松木玖生にゴールパフォーマンス伝授してたけど、ダサすぎて別のないですかって言われてたけど、どこかでやってくれるそうで、わー楽しみですね。何の番組なんでしょう。すごい。別のないですかって。いいっすね。何だったっけな。神戸戦の時、松木くん良かったねって、試合後シャワー室で言われてたっていうエピソード何で見たんやったかな。うん。ライプツヒリーグ戦順位あんまり良くない。あ、そうなの？サポーターも過密日程ですね。そう。まあ、秋の夜長じゃないですけれども。四千頭身の石橋くん毎回物置きみたいな役割のめちゃくちゃ。そんな役割だっけか。うん。ですね。我々見る側も過密日程なので、体力温存しながら行きましょう。そう、なんかさ、過密日程なくせにさ、なんか、秋って、なんか寂しいじゃないですか。意味もなく寂しくなるじゃないですか。わかんないけど。だからさ、なんか、結構遊びというか、飲みの誘いをしてしまったりして、自分でスケジュールを苦しくさせるという。うん。スポルティングも大して順位高くない。確か7位。うんうんうん。やっぱね、リーグ戦と、チャンピオンズリーグとかね、ヨーロッパリーグとかを一緒にやっていくクラブっていうのは本当に難しいですよね。毎年やってるんだったらそういうチーム作りになってると思うんですけど、こう、今回はヨーロッパリーグとか、今回はチャンピオンズリーグとかになってくるとちょっとしんどいよね。山形勝つと一気にプレーオフ圏内。そうですね。大事な試合ですね。甲府は18位で苦戦中。うん。秋田対横浜2対1の位置は小川航基。うん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 。ねえ。昇格争い、残留争い。プレーオフ圏内優勝争い、 J リーグは佳境ですから、盛り上がってる一戦一戦になると思いますね。 W リーグは決着ついたんですよね。うん。さあ、ではコメントも落ち着いたところで、本日はチャンピオンズリーググループステージ第3節フランクフルト対トッテナムの試合を同時視聴してまいりました。なかなかね、シュートも生まれてはいたんですけれども、ちょっとお互いに決定機を決めきることはできず、0対0というスコアレスドローの試合となりました。で、今日は天皇杯ございますので、もしかしたら配信、するかなという感じでございます。よかったら、ご都合合いましたら一緒に、はい、同時視聴していただけたらなと思います。明日もチャンピオンズリーグ、そして明後日はね、ソシエダのヨーロッパリーグもございますので、ぜひ、チャンネル登録、そして、通知ボタン、ポチッと押していただけたらなと思います。Please subscribe! よろしくお願いいたします。そして、高評価ボタン、62名の方、ポチッとしていただいてありがとうございます。ぜひね、高評価まだ押してないよという方は、押してから帰っていただけたらと思います。Please like ボタン、Thank you! そして、チャット欄にも固定コメントつけさせていただいておりますが、ぜひ Twitter でもね、つながっていただけたらと思います。概要欄にも URL あるございます。高評価を押してくださった方、ありがとうございます。はい、そんな感じで、また次回の配信でもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、お相手はサッカー大好き泥酔姉さんこと大丸さくら子でした。また次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。おつまるです。これからお仕事、学校、ご用事ある方はお気をつけて、いってらっしゃい。
Thank you.